職員の移動に関する事務手続きや初任給などの給料の事務手続きを行っております。経営課において河川の事業費の予算管理をしています。多くの方の人事に関する事務手続きをしており、責任も大きいですが大変やりがいも感じます。行われている工事などを見たときに自分も関わっているんだと実感し、嬉しく思い、やりがいを感じます。九州地方整備局は若いうちから責任のある仕事を任されますので、大変に思うこともありますが、やりがいのある職場です。皆さんと一緒に仕事をできることを楽しみにしています。では自分と向き合うことが多くなると思いますが、あまり気負いすぎず自分なりに頑張ってみてください。一緒に働ける日を楽しみにしています。今ここ交差点事業の設計積算を担当しております。出張所で、国道の管理をしています。新しい道ができることにより地域が活性化すること、そして地図に残ること、そこにやりがいを感じております。私が整備を担当した通学路を安全に楽しそうに小学生が通っているところを見て嬉しく思いました。一緒に新しい道を作りましょう。待ってます。働き出して10年、やりがいのある仕事と育児の両立ができ、非常に働きやすい職場です。皆さんもぜひ九州地方整備局へ。私は今大分ガーダムの工事発注現場監督を担当しております。仙台川に関する改修や維持管理を担当しています。私たちは洪水被害や渇水被害を防ぎ、安全安心な地域づくりを目指しています。事業の規模が大きいため責任も重いですが、大変やりがいを持って取り組んでいます。私が働く出張所は整備局の中でも一番地元の皆様に近い立ち位置での仕事となります。地域の皆様から私たちの仕事に対して直接感謝の言葉をいただけるときが非常にやりがいを感じます。職場環境も充実しており、何でも相談できる上司や先輩がたくさんいます。未来の九州を一緒に作りましょう。整備局には女性技術者もたくさん働いており、とても働きやすい環境です。ぜひ皆さんも一緒に九州の安心安全を守っていきましょう。